それでは、ハモの水洗いをしていきます。ハモは結構、ぬめりがあるので、包丁でぬめりを、こうやって、取っていきます。はい、それでは今から内臓を取っていきます。ここから開けたここから、ここの方に向けて開いていきます。で、内臓を外していきます。ね、ここがもしついていれば、ここだけは取っていきますけど、要はここが入ってないので、これはもうつけます。あとはちょっと血合いをこのように血合いをといきます。はい、これで水洗いは終わりです。それではハモを下ろしていきます。まず最初はとりあえず目打ちしていきます。よいしょ。とりあえず頭の方から骨に沿って切り込みを入れていきます。背の方までに全部切ってしまったらダメなので、この辺はずっと頭を落とします。こう感じます。で、一応また指を取って、とりあえず骨に包丁を入れていって、あとは刃先をまな板につける感じでつけながら外します。これで外れました。で、骨を切ります。これで、刃物は開きました。腹棒と背びれを取っていきます。
こに骨が残ってないようにきれいに反対側次は、背びれについている骨を切っていきます。これは、こっちの背びれの骨を今取ってるんですけど、なるべく切らないように、あの背びれになっている穴が開くと骨切りがしにくくなるので、ここの場所はあの穴を開けないようにあの切らないでください。それでは背びれを取っていきます。よし、これでこうで包丁でこう押さえます。あれば これで出来上がりました。